はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お菓子製造工場へこそ、工場長の龍です。さあ、本日なんですが、マドルチェというテーマがですね、まあ、強化されまして、これ使っていこうかなというふうに思っているんですけれども、新規モンスターいっぱい追加されましてですね、ティアラ・フレイスっていうモンスター、そして、マドルチェ、ミニャーマドルチェ・ミャカロンっていうモンスター、そして、妨害、札として、デセールというカードが、実装されました。マドルチェっていうのはどういうテーマかっていうと、自分の墓地のカードをなんかデッキに戻すことによってなんか展開したり妨害していくっていうテーマで、デッキに、相手のカードをデッキにバンクするっていうね、すごい強い、妨害を持ってるんですよ。もともといたね、この、ティアラミスっていうモンスターが、これフリーチェーンではないんですけど、一旦に一度、自分の墓地のマドルチェカード2枚バウンスして、で、そのカードをデッキに戻しながら、戻したカードまで相手のフィールドのカードをデッキに戻すっていう、なんか、選んでデッキにバウンスするっていうマジやべえ、最強の除去方法を持っていたんですが、こいつの進化形態というか、まあ、上に乗せられる、インチキエクシーズ融合、インチキエクシーズ召喚できる、クイーンマドルチェティアラフレースっていうモンスターが実装されました。これは何かっていうと、そのティアラミスの効果を相手のターンにフリーチェーンで打てるよっていうモンスターですね。クイーンマドルチェティアラフレースは、ティアラミスの上に重ねることができて、で、相手のターンに一度このカードの使いを1個取り除いて自分の墓地のマドルチェを2枚、デッキに戻して、戻した数まで相手のフィールドのカードをバウンスすると。これが相手のターンで打てるようになったイメージですね。これ、相手のターンでデッキ2枚選んでバウンス、マジ強いですか？これマジ最強なんですよ。で、さらに、展開力を伸ばすための、ミニアマドルチェニャカロンっていうモンスターが出まして、これ獣族のリンクモンスターで、マドルチェモンスター含む効果モンスターに対象で出るんで、結構春化粧とかの素材使ってもいいんで、これ結構強いんですよね。で、このカードは何かっていうと、リンク召喚したらデッキからマドルチェカードを手札に加えて、さらに自分の墓地のモンスターを、バウンスしつつ、マドルチェを手札から出せると。これがめちゃくちゃ強くて、まあ、基本的にマドルチェのデッキっていうのはこの、メッセンジェラートっていうモンスターを、特殊召喚、獣族がいる状態で特殊召喚してマドルチェの魔法トラップカードをサーチするっていう方法でアドバンテージ稼いでいくんですけど、メッセンジェラートは獣族がいれば効果発動できるんで、こいつがいれば特殊召喚した時に効果発動できるんですよ。これが強くて、でしかも手札に引いちゃったメッセンジェラートもこいつで前に出力できるんでね、こいつ手札に引いちゃうと特殊召喚するの結構めんどくさかったんですけど、一回召喚して戻してみたいなことしなきゃいけなかったんですけど、これ手札から出せるんでね、だめちゃくちゃ強くなりました。これだからもう2枚でも全然回ります。今まではこれ引きたくなさすぎて3枚出てたんですけどはい。で、手数がそんな出ないんですよ、このデッキ。基本的にはやっぱ初動になるカードはいくつかあって、プリンセスイルとか、それからまあエンジェリーとか、この辺のカード一応初動にはなってくれるんですけど、いかんせんね、貫通力があんまなくて、課題だったんですけども、一応、春化粧が、相性良くて、これ、地属性の、天使属が、やっぱ初動になっているんで、内カスとかでサーチできたりで、あと、まあ、無効系打たれてもね、春化粧で、まあ、一応モンスターに、並べて、まあ、バグースか出したりとか、マドルチがコストになっていれば、グラススフレから展開したりとか、まあ、そういう動きが一応できるんで、まあ、一応その春化粧は、まあ、ここの6枚、強いところ6枚を入れてるって感じです。まあ、枠あればね、もうちょっと春化粧、いろいろ入れても、全然この辺とか入れて、ムドラとかも入れていいんですけど、まぁ、ちょっと今回は、手札誘発の、まあ、ある程度採用したかったっていうのもあって、こんな感じの構築に、なっております。かなりね、デッキバウンス、連発できて、めちゃくちゃ強い妨害構えられて面白いんで、エクストラデッキバリ高いですけど、気に入った方はぜひ、組んでみてください。はい、デュエル、スタンバイ。マドルチ久しぶりに組んだんだけどさ、このデッキエクストラバリ高えな。まあ UR バカ多いのはもともと昔ね、一回動画紹介したことあって、一回組んだことあるんで知ってたんですけど、あまりにもちょっとエクストラが UR まみれすぎてびっくりしちゃったクイーンマドルチェティアラフレースも UR だしね。で、一回ナイカス持ってくるか。モンスターを特殊召喚します。もちろんですよ。で、オカメブを特殊。よし。で、さらに、ナエカスの効果を発動。ナエカスの効果、これ、裏がなさそうやな。マドロチホットケーキやっていいか。マドロチホットケーキ。こちらにね、デッキの中に、地属性しかほぼ入ってないんで、なんか、ビーステッドとか踏まないみたいなのは結構いいとこですね。で、エンジェリー持ってきつつ、モンスターを特殊召喚。現れろ、マドロチホットケーキ。ほうほう。で、マドルチェエンジェリーを召喚。マドルチェエンジェリーの効果を発動。マドルチェエンジェリーの効果により、このカードをリリースすることによって、デッキから、プディンセスールを特殊召喚。ちなみに、プディンセスールとプディンセスの絵柄が似すぎて、よく間違えるぜ。
こいつらも似てんだよな。で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。召喚条件はマドルチェレベル4モンスターかける2体。現れろ、マドルチェティーチャー。さらに、マドルチェティーチャーの効果によって、先生の効果によって、生徒指導を行い、マドルチェプディンセスールを、墓地に送ることに、よって、このカードを、効果を受けなくするぜ。これでニビルはケア。かっこケアできてない。で、ティーチャーの上に重ねて、ショコアラモードを特殊召喚。さらに、ショコアラモードの効果を発動するぜ。ショコアラモードの効果によって、外すのが、これ。あ、じゃあ、外す、戻すのがこれ。で、外す。で、外すのが、こっち。ショコアラモードの効果により、デッキからモンスターをリクルート、現れろ。メッセンジラート。メッセンジラートの効果によって特殊召喚に成功した場合、マドロチェマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。さらに、待って、手札にちょっと引いちまってんのめんどいな。これはどうしたらいいんや。一回あれか、これこうすればいいのか。マジで、真剣ゼミでやったことない展開すぎんだ、これ。真剣ゼミでやったことない展開すぎるんだが、ちょっと待って。これ一旦、ちょっとマジでわかんねえ。マジわかんねえ。こことこれで、なんかホットケーキ使いたかったんだけど、ちょっとさ、ホットケーキから出してきて強いモンスター今いないんだよね。で、ここで、多分これこうすればいいのか。こうして、マドロチ含むモンスターで、これま、猫出すじゃないですか、ペットね。これペット出してペット効果、で、マドロチカードサーチする。ここは、まあ、サロンは後でサーチできっから、サーチすんのは、ちょっとマジでわかんない。真剣ゼミでやってない展開すぎる。マジョレーヌでいいか。あとアドバンテージ稼ぐようになんとかして、ぶち込んでいきゃいいんじゃねえか。で、これで、シャトーをぶっ込むでしょ。で、そうすると、プディンセス、プディンセ、ショコアラモードが、ショコアラモードの効果によって、デッキからマドロチェホットケーキがもう一回出してこれる。はい。で、ホットケーキ効果発動する。これはまあ何でもいいっすね。適当にモンスター除外して、でデッキから、マドロチェメッセンジェラート特殊召喚。はい。で、メッセンジェラートの効果発動して、サロン持ってくる。で、サロン発動。で、ちょっと待ってくださいね。こいつ出していいか。マドルチェ、マジョレーヌ召喚効果。これはまあ何でもいいですね。まあプリンセス力なんかしときましょうか。で、これで、今度は、猫の効果発動して、で、猫の効果で、マドルチェを回収しつつ、メッセンジャーアートを特殊召喚し、シャトーの効果は起動して OK だよね。これ手札に返しても大丈夫なんだっけ？サロンは大丈夫だね。はい。で、サロンの効果で回収しつつ、でサロンの効果と、メッセンジャーアートの効果、あ、やべ、これちょっとプロムナードも引いてるし、デセールも引っ張ってくるから、どっちかでよかったな。はい。で、デセール、アドバンテージやばい、なんかわかんない、うまくいったかもしれない。ただ、ホットケーキレベル3なの意味わかんない。ホットケーキレベル3なの意味わかんない。レベル4みたいだったら強かったのにな。で、こうして、じゃあ、これホットケーキでもホットケーキじゃなくてよかったこれ。で、わかんねえ。わかりません。TR フレーズ出します。なんか、多分もうちょっとうまくやったら、もう一体なんか、ティーチャー、盤面に構えられた気がするけどな。まあ、いっか。で、これでエンドですね。はい。まあ、一応相手のカードを無限にバンクする地獄のようなデッキができました。ティアラフレースさんは、まあ、ティアラミスの、あれなんで、ティアラミスの、あの相手のターン版みたいなやつなんで、まあ、一応相手のターンでデッキバンクスが入るよう、で、プロムナードが無効にできるよう、デセールがバウンスするよです。だからバウンスがなんかめっちゃ飛んでくるのと、向こうが一回飛んでくるみたいな感じの妨害ですかね。はい。やっぱデッキバウンス強いですから、非常に。はい、攻撃の竜いいでしょう。どうぞ。攻撃の竜いいでしょう。はい。ハオモンいいでしょう。ハオモンはペンデラムスケールが揃った瞬間に、ひたすらにデッキでバウンスするか。無限デッキバンクス編入るか。ただちょっとそれ強いな。オスティナートだと誰？オスティナート、いや、オスティナートはちなみにプロムナードで無効にしてももう一回発動される可能性があるから、これプロムナードを使うわけにはいかない。
これ強いんだよなこのカード。このカードマジで強い。まあ単位じゃなくて、裏だとかその無効系のやつ打たれてももう一回発動できるんでめちゃめちゃ強いんですよね。でスペクタキュラバッハ出てくる。でスペクタキュラバッハさすがに無効か。はい、これは無効にした方がいいですね。さすがにプロムナード、ただ手札また4枚あるの怖いんだよな。一応スペクタキュラバッハの効果を発動して、手札に戻すのは、まあ、メッセンジャーとかなんか戻しておけばいいかな、まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、メッセンジャーと戻しておいて、でこれで相手の効果は無効にしつつ手札に戻りました。サロンがな、そうなんだよ、これ発動しちゃうのがうざいんだよな。サロンね、君 ね、 あのね、選ばせて強制発動しないで、強制的に発動するのやめて。あとはティアラクレースのバウンスが飛ばせるようになりました。ここでマドルチカードがぼちったんで、あ出た、ナメック星人来た。ナメック星人強すぎなんだよな。いやナメック星人効果はさすがに止めざるを得ないか。ナメック星人の効果使われたらこれまあアドバンテージありえん稼がれるから、これバウンスした方がよくて、メッセンジラート外して、で自分の墓地のマドロチカードを2枚対象に取り、そのカードをデッキに返しながらデッキに返った数だけ相手の、カードをバウンスするっていう効果ですね。なんでこれでシャトーの効果は適用してはあかんくて、でこれで、こことここをバウンスすることにより全てのカードが無に帰される。強すぎ、強すぎて草来た。手札3枚きついでしょ。もううわやばいだやばいめちゃくちゃ動けるじゃんこれ、やばいって。手数おダークプレム強いって。こっからハーモン展開始まるのやばやばいかもしれん。待って、貫通される。ハーモンゼロ、はい、ハーモンゼロ OK です。ハーモンゼロ了承。こっから俺貫通されるのマジあ、ちなみにまだ一応1バウンスだけ残ってるんで、このバウンスをなんかクリティカルヒットするところに当てるしかねえ。やばすぎるこのデッキ。確かに覇王幻想はね、まあマジ環境に顔出すんじゃないかとか言われてますからね。手数めっちゃ多いし、あとユーヤとユズがなんかさ合体してる感じなのもいいよな。ユーヤユズ合体の何デッキのそのあエモさ、エモさもいいんだよなデッキ。エレクタルも、はい、エモさも素晴らしいんですよ。やっぱそのユウヤくんとイズちゃんが手を取り合って展開してるのがマジで最高になんかエモいというか。これさ、これ待って、これバウンスしたらいけんじゃない。もうマドルチェ、これさ、もうマドルチェデセールの効果によってこれバウンスしながら相手バウンスできるんですけど、はい、これで止まってくれ頼む、これで多分止まってくれ頼む、マジで。モンスター特殊召喚、特殊召喚するのは何でもいいか。まあ、メッセンジャーと特殊召喚しよっか、時間ねえわ。マドロチメッセンジャーと特殊召喚し、特殊召喚成功しのマドロチメッセンジャーとの効果を発動し、もう一回プルノムナードからか持ってきておいて、はい、オッケー。これで止まっていただきたいですこんだけ妨害力あってまだ動けそうなのやばくね、このデッキクソ強いんだが、こっからペンデルム召喚とかで動かれる可能性あるのか。俺ちょっとマジで耐えろ。セット、あぶねー強い、やっぱこのデッキ手数めちゃくちゃ出るわ。対戦ありがとうございました。マドルチェやっぱちょっと独特だよね、なんか展開方法がさ、なんかちょっと他のなんか展開系デッキとは一線を画す展開方法というか、なんかその墓地にモンスターを貯めないっていうのがそもそもあんまりやっぱないじゃん。なんかそのモンスターをデッキに墓地から戻してなんか展開していくってちょっと独特だよね。うん、これはどういうことなのかな。あれかな、その1回使った材料をもう1回ゴミ箱から工場に戻して作り直すってことなの、これわかんないけどそれは保健所案件じゃないか、割と保健所が飛んでくんじゃないか。さあ相手はホルスやな。オーボの石壁を発動されたぞ。出た、栄光イブセティ、はい、了解です。え、そんなコストあるそんなコストある。ちょっと一応増殖するずい、じゃあ待って、これ増殖するうちに絶対ケアしてるの。じゃあ裏ラステルの意味わかんないから、まあ、トレードインか。なるほど、トレイントレイン走っていく。もう言うてこれだから展開弱くね、相手多分結構
この手札だいぶ捨てないと展開できないじゃないですか。これ増殖してる地のタイミングはちなみにガンマを踏まないようにね、相手にバレないようにチェーンをオフにしつつ打つノボをおすすめします。はい、これうらら捨ててるってことは多分なんか増殖してる地ケアできてるってことだから、多分まあ手札にもう一枚うららあるか、まあ墓穴とかなんかガンマとかあるかあるんだけど、まあとりあえずここで G 打つのが一番よくて、でここで G を打つのが一番相手の展開的には刺さると言われていて、あ墓穴か、あま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 あいいでしょう。 OK です、了承。レベル8のモンスターが3体分でしょ。いやーちょっとスプリガンズとか入っててやばいね。スプリガンズとか入ってるとちょっと超えづらくなるかな。あのレベル8が3体分からなんかすごいムーブできるのはスプリガンズ入れてるといけるんですよ。ただ単純にレベル8、3体並ぶだけの展開だったらまあ言うてそんなに困らないかなって感じする。はい、でこれガンマじゃない多分。あだよね、やっぱそうだよね。なるほどなるほどなるほど、そういうことだよね。だから裏捨てなんだね。まあ理解した理解した。はいはい、全てを指しました。ただここで何が出てくるか、レベル8のモンスター3体並んだ、ここでスプリガンズエクスプローラーからなんかタリホを持ってきてみたいなことすると、多分未来リオープラスなんかギャラクシーアイズフォトンロードとかタイタニックギャラクシーとかになっちゃうんだけど、ここタイタニックギャラクシーだったら多分いけるわ。ああそれは全然 OK、 それは全然大丈夫っす、それは全然大丈夫。魔法カード1回無効なだけだからね、これ盤面。これはね、だいぶ弱いですね。これはいけんじゃないですか、さすがに。てか、出すならさすがにフォトンロードな気するんだけど、そんなことないの。テンパイ流対策ってこと？俺別に自分から5で取ってないぞ。お前が先行取ったんじゃねえのか。お前が先行取ったんちゃうんかーいって話あるんだけど、プリンセスール、持ってきつつ、はい、で、ホットケーキが特殊召喚できるんで、ホットケーキの効果で、除外すれば墓地なくなるから、こっち強いですね。ホットケーキの効果発動、春化粧を除外して、これ墓地がないとね、スールが特殊召喚できないんだけど、まあ、墓地が、なければ逆に言うと特殊召喚できるんで、このね、あの春化粧とホットケーキはマジで相性いいですね。で、シャトーを持ってくる。で、これ手札からスール出すでしょ。でこれまだ召喚権未使用なんでね。で、プリンセスルールの効果発動する、デッキからプリンセス持ってくる、プリンセスルールでプリンセス持ってきてレベル4になる。で、ティーチャーマドルチェグラスフル出し、いやこれいきなりティアラミスするよりも、うわ後手まくりも真剣攻めでやってないんだよな。ティーチャーマドルチェグラスフルでいいか。なんか真剣ゼミでやってない展開なんだけど、なんか多分なんとかなると思うんだけど、なんとかなんなかったらマジでごめんなさい。で、これで、モンスター対象に取り、これで、効果受けなくなりました。あとはちなみにレベルこれ、あ打っちゃっていいか、相手も自分が相手の持ちのこれホルス戻したんじゃね、これホルス戻したら強いんじゃね、来たわこれ。ホルスいねえし、あれ、あ素材になってる、やべえ。やべえ、ホルス素材になってませんでした、やばい。ホルスをバウンスできると思ったらバウンス全然できなかった、やばい。意味わかんない効果使った、意味わかんない効果使っちゃった。まるで意味なかった。ショコアラモード出す、はい。で、ショコアラモードからの効果発動して、ショコアラでプリンセスウールをデッキに返して、でデッキに返るとプリンセスールショコアラモードの効果によってオーバーリミット1個使ってデッキからエンジェリーが特殊召喚できて、エンジェリーはリリースするとデッキからあのモンスターリクルートできるんでね。でエンジェリー効果使って、まあ、エンジェリーで出してくるのは誰でもいいな。あのホットケーキは単一あるんでデッキから特殊召喚するのレベル4の方がいいかな。はい、で一旦これティアラミス出してバグスしに行くか。はい、でティアラミス出すでしょ。でティアラミスの効果発動、ティアラミスはオーバーラユニットを1個使い、自分の墓地のマドルチェカードをバウンスすることによって、バウンスした数まで相手のカードを選んでデッキにバウンスするってガチでやばい効果あって、でこれで帰れって言える、強すぎた。強すぎた原爆で、プリンセスエールの効果によってさらにモンスターをリキルト現れろ、マドルチェメッセンジラート、メッセンジラートの特殊召喚成功時の効果により、さらに、マドルチェサロンを回収、
そしてマドルチサロンを発動。夢。そしてえこれ普通にマドロッチェシャトーを張ってぶん殴った勝ちじゃね。これちなみに打点はまあまあ高くなりますよ。マドロッチェ結構見て、見せましょう。マドロッチェシャトーを発動する。でちょっと帰る。でサロンの効果によってセット&メッセンジャーとを召喚ってかまだ俺召喚できるの強くね。バトルフェーズだわ。これです。これがマドロッチェのパワー。ムッキムキ。シャトーを張ったらムッキムキ。まあ相手のポーが弱かったからこのぐらいは負けれないとね。対戦ありがとうございました。なんもね、マドロッチ全員集合きた。マドロッチ全員集合してもあんま手数出ないんだよな。うわ出た増殖する G。あのレベル2を蘇生するためだけに打たれる増殖する G きた。やばい、ジャンクシンクの増殖する G の最強コンボきた。出た増殖する G を無駄打ちしてジャンクシンクのを召喚して蘇生する最強ムーブで、やばい、ジャンクスピナー。世界が終わったかもしれねえ。逆だったかもしれねえ。先行と後攻が。ちょっとこれは無理だ。ジャンクスピーダーやばいって。あんま持ってないんだよ、助けて。なんでこういう時に限って何の言い発もねえんだよ。これ相手気持ちよくなるだけだろこれ絶対。やばいって。もう5体特殊召喚はやってることおかしいもん。しかもなんかジャンクシンクロン入ってんのいいな。だからあの最近ね結構誘発受け悪いんでジャンクシンクロンもう抜いてる人も多いと思うんですけど、ジャンクシンクロンゾージーからジャンクスピーダー作ってくるの来る太鼓の流れいいな。スターダストチャージオリューは OK。 やばい、宇宙展開が巻き起こってる。助けてくれ。相手めちゃくちゃ気持ちよくなってるぞこれ。シューティングセイバースター来たー。ニブリケア押せー。ありえん速度のニブリケア来た。レベルエーションシンクロンだといいだろう。特殊召喚いいだろう。マジでさー、ちょっと気持ちよくなってんだよ相手これ。絶対気持ちよさそうだなこれ。いやゴーゴーにやべ。ゴーゴーにはちょっとさすがにやべ。うわ出た、コズミッククエーサードラゴン来たー。コズミッククエーサーパイセン来たー。赤き竜の効果発動だと。何、赤き竜の効果変身レベル12か。これコズミックブレイザーだ出てくるのこれ。やばい、助けて。うおアクセルシンクロ、アルティメットインチキシンクロ、シューティングクエーサードラゴンバックタウン。ちょっともう無理です。もうそのくらいにしていただけませんか。もうそんくらいで勘弁していただけませんでしょうか。出た、赤き竜出し直しきたー。コズミックブレイザー来たアサルトシンクロン来たアサルト効果で何これ何が入ってくるんだ。コズミッククエーサーか。コズミッククエーサードドラゴンが帰ってくる。かっこよすぎ。やば、盤面レベル124体どういうことやねん。ガーデンローズメイデンだと。何スターダスト、やべえこれスターダスト全部並んだ。やばいや盤面は熱いよ。盤面はかなり、盤面はめちゃくちゃエモエモ盤面になってるけど、これ、ゆうせいくんこれ遊戯王の対話を拒否してるっていうことを理解してる。手札弱っ。手札弱っ。君さ、いや、盤面気持ちよくなってるのはわかるんだけど、シグルまでできたわ。ちょ、これ、それさ、いや、自分だけ気持ちよくなってませんかって話。やっぱ不動優勢ってクソだな。なんかイケメンだから何やっても許されると思ってるわこいつ。絶対に許さん。